さあ、ということで、新キャラクターね、カチコリと見ていきましょう。さあ、まずはね、このイーライさんなんですが、マタンで使えますよと。一旦の間 1.8 倍のバフと、相手にね、30% のデバフと。まあ、いわゆるね、あの、クライン、進化クラインの、完全にマゴマ版となっております。さあ、火力の方があんまり出ないかな。まあ、クラインもね、サポートしつつの殴りなんで、そんなにガチガチに出ないんですけど、50足して 1.4 倍の 1.8 倍と。さあ、1枚返し、そんな弱い？待って。なんかそんな弱いか？50足す 1.4 倍の 1.8 倍。なんかすごく弱いな。1枚返しがね、3830.4 ですね。ガチこれ、なんか A コマのちょい強いバージョンぐらいじゃない？まあ、アイシェとかね、サスエビとか、まあ、スナイフィリとかいるんで、4000はまあ、大体超えるのかな？でももう、こいつ純粋な、火力は、まあ、1.4 倍換算で、ステータス振って3830とかですね。なんか、え？っていう。クラインはね、これ倍率2倍なんですよ。アタックの部分は。デバフの量はね、一緒なんですけど。で、コンボスキルが、1.6 倍から1.9。ここもちょっと1.6倍からっていうのが、どうなんかな。1.7 からにしてほしかったよね。1.7 と、まあ、自分の HP がこれ、違う、盤面か半分ぐらいの時に、1.8 倍いくんですけど、これ 1.6 からなんで、さっきなんか7ターン目の白番で、コンボスキル使った時に 1.72 倍でしたよね。ちょっとコンボスキルも弱いよと。で、問題は枠なんだが、どうかな、ちょっとテンプレ見るか。あんまりなさそう。まあ、補正によってはありかなっていうところっすかね。まあ、刺すヘビと、パズズと、ベルゼは大体入ってくるっしょ？で、残り1枚に、まあ、シェラハ入ったり、まあ、フェルグ入れたりしますからね。あとは捕食の方で、あれかな？倒すとか、あとあれか、アタッカーではルクスリアもいるか。結構いるんだよな。ただあれか、なんかアタック補正で M プーサー入れたいよっていう風になった時は、多分 M プーサーね、抜いてこっちの方が、まあ、アタックも出るし、いいかな。多分もう今後ちょっと、マナグリから M プーサー出ることは少なくなるかも。まあそんな感じですかね。ちょっとこれは残念な、キャラクターだと思われます。うん、枠も、まあアタック上がってる補正であるかないかぐらい。で、まあ無補正で使う場合は、まあほぼ、まあ使わないかな。じゃあ次行きましょう。さあ次はね、こっちの10日の方の、イーライさんなんですが、ステラストリームですね。さあ、条件がマゴマが、6枚以上15枚以下となっておりまして、2ターン、完結系のコマと。HP がね、70% 以上だと、1500、2ターンと。だから合計3000。まあ、これちょっと弱いね。さすがに。で、HP が 75% 未満で、かつ 35% 以上だと、1200の特殊と、409周か。これを2ターンやりますよと。だから、1200たす1200たす、アド的に800たす800、4000か。なるほど。第2段階は、4000のアドとなっております。まあ、2ターン完結で4000か。微妙かな。なんか昔ながらの、キターニアっていうやつがね、4000出るんで。で、これ吸収だから、アドは4000だけど、ダメージ的には、ダメージは3200しか出ませんよと。で、35% 未満になると、1000の特ダメと1300の毒と。だからまあ、ここは強いね、さすがに。さすがにここは強いんですが、まあでも言っても4600か。やっぱルラガンもおかしいな、あいつが。マジで。神駒で HP 高いしね。なんか何気にアタックもあんないな、あいつ。1400ぐらいあるよね。うん、いつでも使って、オッケーな性能で5200だもんね、あと。いや、こっち制限ある割に厳しいか。まあ、強ゴマっていう感じかな。で、コンボスキルの方が、ベノムマギアとなっておりまして、下が2400の溶けダメ。で、上が、4000の毒となっているから、HP50% の時に、3200かな、ダメージ出ますよと。まあ、悪くないかな。で、入るデッキなんですけど、まあ、マゴマ6枚以上でオッケーなんで、結構ね、いろんなとこに入りますよと。まあ、リアンツィールとかにも入るし、まあ、レオニスとかにも入るし、あとあれかな、マゴマが6枚で、リュウゴマ10の、そういう魔竜にも入りますし、結構幅広く使ってはいけますね。まあ、何デッキに入ってくんのかな。まあ、レオニスになるのかな。レオニスにセーゲルとかもでもいるしな。まあ、35% で2ターン耐えるのはむずいから、まあ、第2段階と第3段階を、まあ、1ターンずつ使っていければ、御の字っていう感じですかね。うん、まあ、それで十分だと思います。まあ、どこで使うかだよな。まあ、これもちょっと微妙かな、とはいえね。こういうキャラクターいっぱいいるしな、正直な。まあ、雰囲気もっと攻撃的な寄りなんですけど、こいつ。性能的にね。ただ、こいつが入るようなデッキで攻撃的なデッキってあるかな。リアンツィールに入れんのか？
まあ、エンリルとか入ってるよね。リアン・エンリル、あ、ツクヨミか。ルラ・ツクヨミ・リアン・イーライ。2ターン完結系多いな。まあ、2ターンならいっか。今のリアンのテンプレは、ルラと、ウィブサニアと、バホメットか。あー、エンリルじゃないんだ。まあ、そこら辺はお好みっていう感じかな。ウィブサニア抜いて、こっちの方がいいかな。でもちょっと HP 下がりますね。マゴマなんで。うん、ウィブもね、やっぱり、3ターンかかっちゃうからちょっと遅いんですよね。リアン・ルラ、イーライ。いや、でも、ツクヨミ欲しいか。あ、そうか。ツクヨミやっぱ欲しくなるか。そうすると、アタッカーというか、瞬発力のあるアタッカーがいないか。いや、難しいな。いや、これ枠むずいな、これ。正直、現状のテンプレで、割と満足してるもんな。うん、こいつ登場したところで、あってもなくてもよくないっていう。いや、これでも、残念ながらこれ枠ねえな。だから、コスト200じゃなくて、低コス帯か、まあ、カップ戦とか、ロイヤルバトルとか、あとグローリーとかですかね。まあ、器用貧乏っていう感じかな。うん、いや、いっぱいあるからね、こういう性能、マジで。OK、じゃあラスト、見ていきますか。さあ、これが、ミネール先輩なんですが、こいつはね、もう完全に、フルフレアの、英語版ですね。うん、かなりね、使いやすくて、流端で使えないっていうのが、ネックではあるんだが、かなりね、幅広く使えますよと。まあ、マデッキ OK ですし、混合も OK ですし、まあ、竜デッキも OK となっております。まあ、かなりね、使い勝手は、良いと。で、コンボスキルが、最大値2000は強いんですけど、まあ、どれくらいね、どれくらいでいいか、いつも通りね、表出しますわ。まあ、これは説明ほぼ不要かな。うん、もう、いっぱいいるもんね。こういう、なんか色違いというか、性能違いの似たキャラクターね。まあ、性能違い、属性違いか。うん、属性違いの、キャラいっぱいいるんで。で、入るデッキなんですが、まあ、魔獣竜六の、魔竜デッキ。まあ、それこそね、レオニスとかね。レオニスに、このキャラクターとフルフレア、打ち込んで、まあ、後半回復していきますよっていう構築もできますよと。うん、なんだったらメイクレアもあるか、それだと入るね。うん、かなり回復できそうだね。まあ、準耐久に結構欲しいかな。まあ、そんなところっすかね。まあ、あとはあれかな、竜炭じゃない、火炎デッキもあるね。十字火炎主体のやつとか、あとは、エデッサの、火球デッキ、ああいうデッキにも入ってくるね。よし、じゃあ今日はね、まあ、キャラクターもね、少ないんで、まあ、軽めにこんな感じで、締めますわ。ぜひね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。